はい、こんにちは。コンサドーレを応援する山口家です。 J リーグ開幕まで残り1週間となりましたね。各選手たちのね、自己紹介情報みたいなところが更新されてたので、それを私と一緒に読んでいきましょうというコーナーです。はい、後編いきます。ミッドフィルダーからね、まずルーカス選手から。兄弟8人いますから、ね、姉4人、兄3人、自分、あ、末っ子なの、もしかして。ルーカスブラジル出身なんですけど、子供の頃の憧れの選手クリロナって書いてある。ロナウジーニョとかロナウドとかではなくてクリロナなんですね。そこは過去に対戦して衝撃を受けた選手はイニエスタ、簡単にかわされたからと。おお、仲のいい選手。おお、ロペスと仲いいんだ。同じねブラジル人で、コンサドーレでもねロペスプレーしましたからね。お、サッカー人生のベストゲーム、昨年のホームフロンターレ戦、やったー。ルーカスもね得点してましたからね。確かにこれはベストゲームでした。本当にありがとうございます。お、ルーカスは辛いものが苦手らしい。意外。好きな漫画アニメドラゴンボール。ここはねもうジャパニーズポップカルチャーを好きでいてくれて非常に嬉しい。好きな男性タレント芸能人クリスチアーノ・ロナウド、めっちゃ好きなんやな。3回ぐらい書いてますからね。コンサドーレサポーターの印象は情熱的。ということでルーカス選手以上です。次は深井選手いきましょうか。お、昨シーズン一番すごいと思った選手、高峰智樹にしてる。同じねボランチですからね。高峰選手も仲間へのリスペクトができる深井選手は素敵ですね。お、過去に対戦して衝撃を受けた選手と、歴代ナンバーワン J リーガー大島亮太選手にしてる。大島選手ってあれか、フロンターレの人か。うわ、仲のいい選手全員仲間って書いてある。さすが深井選手、ちょっとこれイケメンだわイケメンしか書けないよこんなこと。お、サッカー人生のベストゲーム、ルヴァン決勝、いやー熱いね。深井選手がね、あの後半の最後にヘッドで決めてくれましたからね。お、好きなご飯のお供、納豆です。納豆好きな人多いですね。ちょっと前編の動画でも紹介したんですけど、最近の悩み、サウナを作りたい。悩みかこれ。何を悩んでるんだろう。だってこのマイブーム、休日の過ごし方、頑張った自分へのご褒美も全部サウナですからね。で、コンサドーレサポーターの印象は優しくて温かいということで。はい、深井選手以上です。次ね、金子拓郎選手いきますよ。そう、卒業した高校が前橋育英高校なんで、あの岡村大八選手と学年は1個下かな。拓郎選手の方が1個下ですね。お、このシーズン一番すごいと思った選手、西野翔太かな。その理由、出れなくても前向きに努力してるから。おお、これはなんか嬉しいですね。我々も嬉しいし、西野選手も嬉しいんじゃないでしょうか。すごいね、金子選手もこういうところを見てるっていうのがすごい好印象じゃないですか。はい、歴代ナンバーワン J リーガーは新次さん、ひらがなで新次さんって書かれて、その理由もひらがなでうまいからって書かれてますけど、新次さんね、今4票ぐらい入ってます。仲のいい選手、自分が書いてて相手が書いてなかったら少し悲しくなるので、みんな仲いいです。保険かけましたね結構移動バスの中で記憶に残るエピソード、大悟さんにエアドロップでサポーターから写真が送られてきたのでツーショットを送り返したこと、これは印象的ですね。何を送ったんだろうサポーターの方は。ああ、頑張ってくださいっていう写真かな。送り返されたのおもろいな。嬉しいでしょうねサポーターからしたら。もう本当にね、コンサドーレサポーターの印象は熱いということで。はい、拓郎選手以上です。お、キャプテンいきますか。宮沢大樹選手。お、今シーズン一番すごいと思った選手、菅さん。その理由いろいろ。菅さんね、まあ前編の方の動画でも紹介したんですけど、菅さんもね今4票ぐらい入ってるかな。チームメイトの意外な一面、新野の声とハズキのサウナ好き新野の声って何。まあ新野なんか特徴的なハスキーな声ですけど、深井選手のねサウナ好きはねもう周知の事実ですね。移動バスの中で記憶に残るエピソードは桃鉄って書いてあるけど、みんなで桃鉄やったのかな。お、好きなテレビ YouTube チャンネル、西大吾 YouTube、 いいですね。コンサドーレサポーターの印象は最高ということで、宮田選手以上です。次、青木選手。琉球大柏高校って、あーなんか強いとこだよねサッカー。選手権に毎年出てるイメージがあります。歴代ナンバーワン J リーガー、一緒にプレーしたい選手は主にイニエスタと。理由、うますぎるか。中野美選手、菅野貴則、漢字なんか違いますけどねかノリが違うかな、高は合ってるかな。仲いいんですから、ちょっと名前は間違いないでね書けるようにしていただきたいということでチームメイトの意外な一面、田中ひろむが貴公子公子なんや。まあこれもね、西大吾選手の YouTube チャンネルで田中ひろむの部屋がめっちゃ汚いみたいな紹介されてましたけど、サッカー人生のベストゲームは去年の川崎戦。いやーそうですよね、これもね選手みんな言ってますね。好きなテレビ番組、西大吾チャンネル来ました。コンサドーレサポーターの印象は温かいということで。はい、青木選手以上です。じゃあ次、駒井選手いきましょうか。駒井選手もね早く怪我から復帰してほしいですね。そう、出身はね京都関西です。
お、昨シーズン一番すごいと思った選手、大迫選手。その理由、ロングボールの収め方。これこそあれですよ、大迫半端ないってですよ。後ろからのボールめっちゃトラップするもんですよ。過去に対戦して衝撃を受けた選手、復帰。その理由、体強すぎ。そうですよね、人間じゃない胸いたしますからね。復帰は歴代ナンバーワン、一緒にプレーしてみたい選手は、これも青木選手同様、イニエスタ。チームメイトの意外な一面、青木はブラックな一面あります。そうなんだ、どういうとこやろ。背番号へのこだわり、7は好きです。7は好きですって、小前選手14番ですけども、7の倍数が好きですってことか。バス移動中、記憶に残るエピソード、勝った後でのみんなでのゲーム。あー、いいね、いいね。これなんかね、勝った時みんなで楽しくゲームしてクラブハウス戻るんかな。お、尊敬してる人、興梠慎三選手の名前を書いてあります。コンサドレサポーターの印象は温かいということで、以上ですね。次は新加入、浅野雄也選手。浅野選手は、ね、三重県出身ですね。あ、浅野選手既婚なんだ。結婚してるらしい。卒業した大学は大阪体育大学なんで、俊太選手の一つ上の学年。昨シーズン一番すごいと思った選手は、野津田選手ね。広島の野津田ね。まあ、浅野選手も元広島から来たからね、今年。お、仲いい選手、田中俊太になってる。お、好きなご飯のお供はジンギスカンということで、もう食べたんかな。あ、釣りが趣味らしいですね、浅野選手は。ぜひね、大悟選手と一緒に行ってほしいです。コンサドレサポーターの印象は、寒いのに心は熱いということで、浅野選手以上です。次は、はい、新野拓磨選手ですね。来ました。昨シーズン一番すごいと思った選手、サンタナ。その理由、シュートうまい。そうだよね、サンタナうまいよね。結局コンサドレには来なかったけどね。新野とサンタナ、なんかすごいコミュニケーション取ってましたからね、試合中とか試合後とかも。歴代ナンバーワン J リーガーはイニエスタ。みんなやっぱここイニエスタだね。仲のいい選手は奈良選手とキム・ミンテ。奈良選手は新野とほぼ同期みたいな感じで、最初にコンサドーレ入ったはずです。人生のベストゲームはルヴァン決勝川崎戦だよね。やっぱりそうだよね。なんか大体みんなこれか、去年の聖地厚別での川崎戦を書いてる人が多いわ、今んとこ。バス移動中で記憶に残るエピソード、菅野さんが聞こえるか聞こえないかくらいで歌ってる。面白い。これなんかちょっと突っ込みづらいですよね。あ、歌ってるんですかみたいな言えないし。お、好きなご飯のお供、納豆来ました。まあ、コンサドーレ地味に納豆好きが多いということで有名ですね。好きな YouTube チャンネルは西大吾チャンネルで、ここはもう安定ですね。いいね、お気に入りの場所、白い恋人パークだって。コンサドーレ愛がすごいわ。コンサドーレサポーターの印象は熱いということで、はい、新野選手以上です。次は田中宏夢選手、群馬県出身ですね。田中宏夢選手は兄弟3人で、弟もサッカー選手。昨シーズンすごいと思った選手は名古屋のマテウス選手。理由、ごついごついよね、マテウスね。マテウスカストロね。なんか見た目も怖いしな。まあ、歴代ナンバーワンまたイニエスタ選手でした。チームメイトの意外な一面、りょうたくんはアメとムチがある。意外な一面で青木出てきがちっていうのはなんか分かりました。もう尊敬してる人、岡村大八だって。コンサドーレサポーターの印象は熱狂的ということで、はい、以上です。ヒロミ選手、大野真嗣選手ですね、レジェンド。兄弟、そう、兄弟10人いるからね、真嗣さんは。すごいよね、兄弟10人って。サッカーを始めたきっかけ、そこにボールがあったから、かっこいい。昨シーズン一番すごいと思った選手は家永選手。おお、コンスタントに素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。そうだよね、家永選手すごかったよね。もう36歳とかなんですけど、年齢は全然衰えないからね。おお、一緒にプレーしてみたい選手は乾選手、楽しそう。おお、チームメイトの意外な一面、岡村大八は実はって書いてあるけど、なんだろう、気になる、気になるよ。真嗣さん、こういうとこいいよね。これは負けたくないと思うこと、スマイル、わらわら。まあ、スマイルいいよね、真嗣さんね。バス移動で記憶に残るエピソード、オランダにいる時、白バイが先導してくれてスタジアム入り。おお、すごい人気だったからね。今でも人気なんじゃないかな、オランダとかでも。コンサドーレサポーターの印象は温かいということで、はい、真嗣さん以上です。スパチョーク行くぞ。スパチョークは24歳か。スパチョークって大学行ってるんかな。 R バックって書いてあるから、卒業した大学のところに書いてあるから、スパチョーク大卒なんかな。で、ブリーラムユナイテッド。サッカー始めたの13歳だって、意外と遅いっすね。みんななんか2歳とか5歳とかからやってるからね。スパチョーク、ちなみに3人兄弟でした。スパチョークのね、弟スパナット君はスパチョークの古巣のブリーラムユナイテッドの選手ですからね。昨シーズン一番すごいと思った選手、菅野。その理由、足元もうまいし、何回もスーパーセーブもあります。おお、菅さんやっぱ多いわ、ここ。みんな菅さんあげてる。
歴代ナンバーワンだと思うジュリガはチャーナティップ、タイの英雄として存在している。いいねここ、やっぱねリスペクトがすごいよね。同じねタイのプレイヤーでもやっぱチャーナティップってかなりやっぱ崇められる存在なんでしょうね。お、一緒にプレイしてみたい選手、スパナットって書いてある。弟の好きなアニメ漫画ナルトって書いてある。ナルト好きなんだ、嬉しい。コンサドーレサポーターの印象は温かいということで、トワチョク選手以上です。次ね、ミッドフィルダーラスト、小林祐希選手新加入いきます。お、こう卒業した高校ウィザースって、なんかアラノもウィザースって書いてあったな。妹2人いるんだ。昨シーズン一番すごいと思った選手は大迫、その理由決定力キープ力プロ意識。大迫選手はねここ結構みんな上げてますね。すごいよねでも大迫選手決定力めっちゃありますからね。お、歴代ナンバーワン J リーガー小野伸二選手、結果だけではなく見に来た人を楽しませるプレーができる。一緒にプレーしてみたい選手も小野伸二選手。コンサドーレサポーターの印象は熱いということで、小林選手期待しますよ。以上でミッドフィルダーが終了かな。最後はねフォワード陣7人、チッチ入れて7人、菅大輝、菅ちゃんは小樽出身だよね。うん、でずっとコンサドーレで、お、昨シーズンすごいと思った人はチアゴ・サンタナ、その理由得点を、そうだよねサンタナすごいよね。衝撃受けた選手は家永、強い、うまい、取れない。うん、ここもやっぱねみんな似てくるよね。お、歴代ナンバーワン J リーガーチャナだって、うまい、強い、速い。そう、チームメイトの意外な一面、福森選手試合になると人格変わる。あ、そうなんだ、結構落ち着いてるイメージがありますけどね福森選手。サッカー人生のベストゲームはルヴァン決勝だよね。お、好きなご飯のお供、たらこ、納豆、よかった、また納豆がありました。好きなアーティスト、北島三郎なんだ。へえ、演歌聴くんや、すがちゃんって。尊敬してる人は小野伸二選手。コンサドーレサポーターの印象は日本一熱いということで、すが選手以上です。お、キム・ゴニ選手いきますよ。ゴニはね、もう今年ファーストのフォワード期待されてる選手ですからね。兄弟、男3人兄弟一番下、そうなんや。サッカーを始めたきっかけは2002年の日韓ワールドカップを見てやりたいと思ったのがきっかけ。これね、ソンユも同じこと書いてました。昨シーズン一番すごいと思う選手、川崎の誰の家永、見ての通りうまい。また家永来ましたね。やっぱゴニの目から見てもやっぱ家永は特別だったんですね。過去に対戦して衝撃を受けた選手、南野、アンダー19の試合ですごくうまかった。おお、ここに来て南野選手が登場しました。ファンウィジョね、歴代ナンバーワン、まあ、やっぱ同じ韓国人だから韓国選手見ますよね。仲のいい選手、ソンユンと深い、深いも仲いいんだね。お気に入りの場所札幌ドームだって嬉しい。コンサドーレサポーターの印象はかっこいいということで、キム・ゴンヒ選手以上です。次が小柏はね、どこ出身、群馬県出身か。で、明治大学。昨シーズン一番すごいと思った選手は、マリノス岩田。守備職人感。そうだね。岩田は海外行っちゃったからね。過去に対戦して衝撃を受けた選手と、歴代ナンバーワンがイニエスタ。一緒にプレーしてみたい選手がメッシ。なんかここはなんかみんな、イニエスタ、イエニエスタ、メッシですね。チームメイトの意外な一面、ヒロキさんが筋トレを始めてた。そうなの。ヒロキさんは、筋トレあんましないタイプな、もしかして。だとしたら意外ですね。プロになって最初に驚いたこと、小野伸二選手に会ったこと。やっぱそうよね。子供の頃から見てるからね、やっぱり。お好きなご飯のお供、納豆キムチ。また納豆が来ました。サッカー選手はね、やっぱね、納豆好き多いっすよ。コンサドーレサポーターの印象は熱いということで、小林選手以上です。次、大森慎吾、新加入。卒業式とか出るんかな、順天堂大学の。出てほしいけど。昨シーズン一番すごいと思った選手は大迫選手。また大迫選手来ました。試合を見てすごいと感じたため。過去に対戦して衝撃を受けた選手は三笘選手。大学時代に試合をした際すごいと思ったため。おお、そっか、3つ上になるんかな、三笘選手が。三笘選手たちが4年生の時、大森選手が順天堂大1年生だから、大学在籍期間をかぶってるんですね。歴代ナンバーワン J リーガーも三笘選手。お、来ました、納豆、好きなご飯のお供。あ、ミスチル好きなんだって。よく聞くアーティスト、ミスチルになってる。サドルサポーターの印象はこれから知っていこうと思いますということで、大森選手以上です。次ね、あと2人、ミラン。ミランもね、なんか意外と若いよね。26歳か、今。ミランも、ね、背高いんですよ。186あるから。昨シーズンすごいと思った選手は菅野。その理由、たくさんすごいセーブをした。おお、菅さんなんか結局一番多かったかもな。ここ、衝撃受けた選手はイニエスタ。歴代ナンバーワンのトモジェリガは小野伸二。その理由、天才。仲いい選手、小野伸二。おお、そうなんだ、ミランと伸二は仲いいんだ。これは負けたくないと思うこと、コロナってなんだどういうことだ、これは負けたくないと思うこと、コロナ。コロナにならないことってことか。パスタいいよね、パスタ好きなんて。お、エミネム聞いてる、いいよね、エミネム。好きな YouTube チャンネル、ダイゴって書いてある。ミランも見てるんだ、ダイゴチャンネル。サポーターの印象は優しい。
ということで以上ミラー選手で、じゃあ最後ですね、大河大好きですほんまにって書いてありますけど、西大吾が大好きだだったから、なんかここは合わせてるんですかね。引き足頭、兄弟構成未婚、既婚未婚は未婚でわかるけど、兄弟構成未婚ってどういうことだということだ。これ卒業した高校、あの国見高校そうですよ、あの国見っすよ。サッカーを始めたきっかけ、胎児の時からなんかやってた多分さすがっすね。昨シーズン一番すごいと思った選手は新庄さん、師匠やから。いいね、新庄さん見てね、大河も育ってますからね。歴代ナンバーワン J リーガーも吉人さんと新庄さん、大先輩と師匠。そうやね、大久保吉人さんもね、国見出身ですからね。チームメイトの意外な一面、シュウペイのカマチョ仲いいよね、松原選手と大河は。プロになって最初に驚いたこと、坊主なかなかおらん。確かにな、まあ、イニエスタは坊主だ。好きな本、古今和歌集、これなんか言ってましたね、どっかで。コンサドーレサポーターの印象は好きということで、シンプルで非常にいいですということで、前編後編お送りしてきましたが、これでね、全員のプロフィール情報を閲覧することができました。いや結構ね面白いんで、あの概要欄に貼っておくので皆さんもぜひご覧ください。はい、ということでこのチャンネルで北海道コンサドーレサポーターについての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。